伊勢奥津駅のホームと給水と新駅舎ホームより、車止め方向の風景。これより、名張駅に伸びる予定だった伊勢奥津駅は、三重県津市三杉町奥津にある、東海旅客鉄道名称線の駅。道線の終着駅である。ここから名張まで延伸する計画であったが、未成に終わっている。名称線気象駅伊勢奥津駅間についても、三省名称線とは、 名張と松坂を結ぶ計画だったことから付けられた路線名称だが同区間に三宮急行電鉄が先行して1930年に開通してしまったため名称線は1935年に松阪駅から東駅までが開通したに止まり東駅から先、名張までの区間は建設されないまま現在に至る。なお、駅前から近鉄大阪線名張駅との間に 三重交通バスが発着しているが1日1往復のみであり、名称線列車との接続は考慮されていない。伊勢奥津駅名バ駅は約 30km ある。2009年10月の台風18号による風水害で名称線全線が全面運休となった。松阪駅対荷城駅間は同月、2016年3月26日、伊勢奥津駅を 松坂駅行きの一番列車が出発し、運休から実に6年半ぶりの全線復旧となった。短式ホーム一面一線を有する地上駅。校内南側、ホームに隣接して2005年2月に建設された駅舎がある。駅舎は、八幡地区住民センターと兼用になっている。かつては、島式ホーム一面二線と、駅舎横片面ホーム一線で、三線が、 給水塔付近ポイントで一線になっていた。新駅舎建設に伴い島式ホームの北側一線となり二線が撤去された。松阪駅管理の無人駅。構内には蒸気機関車時代の給水塔が残る。二重時代に当駅終着の列車があるが、当駅での車両の停泊は行われず、松阪駅まで回送を運転している。国鉄時代は大泊運用が2本設定されていた。 三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。なお、2009年度から2015年度は、2009年10月から2016年3月まで、行われていた、バス代行輸送分を含んでいる。三重交通運営、奥津駅前バス停、伊勢奥津駅前バス停、東海旅客鉄道名所線筆駅伊勢奥津駅、ABCDE ソネサトル、 週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR25 号規制本線、三宮線、名称線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年1月10日、26から27ページ。AB、お帰りなさい、名称線6年半ぶり全線復旧。中日新聞。 h t t p w w w c h u n i c h i c o j p s a r t i c l e 2 0 1 6 0 3 2 6 9 0 1 1 3 6 5 4 h t m l 2 0 1 6年3月26日閲覧スシーセオクツ駅前観光案内交流施設ツシ。ありがとうございます。